この番組はトップラン X 受福産業わはは吉留キッズデンタルランド西川グループの提供でお送りします。あー甘みの酒あー黒糖焼酎島のナポレオン甘み黒糖焼酎島のナポレオンは西川酒造です。薩摩剣士隼人ヒット弁ポケモンランドオープニングテーマ曲ロディの Going Now つながりただいま絶賛発売中。おやっとさ DJ ツンツンです。 DJ コンコンです。この番組は県民ヒーロー薩摩剣士隼人から僕たちポケモンが飛び出して遠くでつながっていく番組です。はい、ね、今日はゲストがいますよ。おーゲスト誰だろう。ゲストはじゃじゃんこの人。どうも皆さんこんにちは。ポケモンではありません。あ劇団鳴かず飛ばずというところから来ました。あの薩摩剣士隼人スタッフの米田翔太です。よろしくお願いします。お米田さんだ。米田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、いつも撮影の時はお世話になってます。もうこちらこそお世話になっております、ね、じゃあまあ後で詳しくいろいろね話聞いてみようかな。でまずは今日のお便り紹介いいですか。ラジオネーム油揚げハグハグさんから。ハグ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 さん、ツンツンさんコンコンさんおやっとさおやっとさです。夏の日差しの強さのせいで肌が浅黒くなっています。今から美白をしたいのですが何か普段気をつけていることがありますか。うん、なんで僕らに聞くのかな。本当だよね。僕たち日焼けとかしないし、まあ僕真っ白じゃん、うん、まあ、たまに灰色になるけど、あそれ汚れるからね。そうだね、かけま、野山を駆け回ってね、駆け回ってちょっと灰色になっちゃうけど、うん、でも日焼け止めとかしないよね。日焼け止めはさなんかこう毛に絡みつくよね。そうだね、なんかべちゃってなるからね、あんまりしたくないけど。二人は分かんないんだね。うん、米田さんはどうですか。まあまあ僕も男だからあんまり気にはしてないけど、うんうん、そう撮影とかでやっぱり外だから、この夏の時期はやっぱりこんがりと焼けちゃうよね。あそっかそっか。今米田さんすごくこんがりしてる。そうそう、なんかこの前も隼人、うん、の撮影で島に行った時にほら、コンコンも、あツンツンも行った。いたいた、僕行った。コンコンコンやめて、コンコンはね行ってないこと、島に行ってないことを知らないのに気にしてるから。本当にコンコンって一回振られたけどさ、僕行ってないんだよね、うん、すごいね、いつ毎週ね気にしてるの。あなんで僕連れてってもらえないんだろう、うん、まあまあいつか行けるんじゃないかな。あそっかな、いつか連れてってください。うん連れてってもらえるよ、大丈夫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 、うん、でどうですか、やっぱ男の人たちはさ日焼け止め塗らないの？いや塗るよ、やっぱり塗るの。もうやっぱり島の日差しは暑かったから塗って。それなんですか、うん、塗ってもこうなる。な今ね黒い T シャツを着てるんだけど、うん、T シャツか肌か分かんない感じだよね。そんなにそんなに黒くなってる、うん、黒い黒い黒い、ね、まあまあ若干ギリよく見たら分かるかな。あよかった、まあいいかまあいいか、曲いこうか。はい、じゃあ曲紹介です。曲は、ハヤトで天の声です。時天の一声弱音吐かずに熱くなれ男なら迷わずに夢に向かって歩き出せ あのツンツンとさコンコンさ、うん、はい、いつもこんな感じでラジオやってるの。だいぶだよね、うん、大丈夫なのこれ今。ダメかな、いや今のくだりダメだった。なんか大丈夫なのかなと思って、うん、違う、まあ、あちょ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 もう入ってるみたいな。あ始まってる始まってる、はい、はい、というわけで大人に何でも聞いてみようのコーナ ー、 わ ー、 ー大丈夫かなこのラジオ。大丈夫です。じゃあ米田さんは普段どんなことをしてるんですか。はい、ですね、薩摩剣士隼人のスタッフとしてお手伝いをさせてもらってるんだけど、うん、まあ、声優とかアクターをさせてもらってます。声優とかアクターって何。まあ、あのポッケモンにこう、うん、魂を込める仕事です。あ、かっこいい、うん、だツンツンもコンコンもそれがなきゃやっぱり
一魂がこもらないと思うよ。じゃあ僕たちに一魂が、誰かの一魂がこもってるんだね。そうそうそう、みんなの、みんなの一魂が。感謝しないと ね、 ね、感謝。え、他には、あとは、ね、僕は劇団をしています。おお、劇団。はい、劇団鳴かず飛ばずというところで、 お芝居を作ってます。鳴かず飛ばずは鳴かず飛ばずなんですか？いや、鳴かず飛ばずは、鳴かなくても飛ばなくてもお芝居ができるという劇団なので、鳴かず飛ばずではありません。今度2人もぜひ見に来てよ。行く行く。で、実はですね、今度8月の末、ヨネダさんって、はいはい、劇団以外に何やってるの？ね、あ、テレビ、テレビ、テレビでね、グルメリポーターもしてます。テレビ出てるの、すごい、すごい、テレビ出てる有名人だね。そこまでまだないけど、有名人だ、サインもらおう、僕たちも出てるんだけどね。そう、出てる、出てる。で、グルメレポーターってすごいね。どんなの食べるの？美味しいもの食べるよ。でもね、やっぱね、その食べたこのボディをね、やっぱ劇場でみんなに見てほしいんだけど、実は今度8月に、ね、米田さん出てますね。大丈夫、大丈夫、メタボなんじゃない？いや、まだまだ大丈夫、大丈夫。すごく滑覆がいいよね。ありがとう。その滑覆のいいこのボディをね、ぜひ8月の公演で見て。米田さん、眉毛太いよね。眉毛、そうそう、この眉毛の太いのはね、西郷さんに見えない？お、西郷さん、本当だ、大西郷みたいだ。そう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 、ね、大西郷に最近会ってないんだけどさ。全然告知させてくれない、ね、最近会ってないんだけどさ。つーくん元気出せよ、また会いたいな、どこに行ったんだろう、大西郷。あの、二人とも、何、実は、今度8月に、僕が出るお芝居の告知があるんだけど、そろそろ、そろそろ聞く？何ですか、番宣したいみたいな感じですか？ダメですか？いいよ、いや、しょうがないからいいよ。いいよ、最後さん出るんでしょ？最後さん出る、出る、出る。幕末のお話ですよ。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ聞く。あ、お願いします。劇団カンマチクローズラインという劇団のお芝居です。鳴かず飛ばずじゃないんだ。はい、鳴かず飛ばずではなくて、鳴かず飛ばずのメンバーもお手伝いしてる劇団。あ、出るんだ。はい、出ます、出ます。僕も出ます。お、日の当たらない英雄列伝第3章、八重のカルテ。ある英国人医師の身を尽くし恋録という名前のお芝居です。長い。まあ覚えて、八重のカルテでいいから。八重のカルテ、そうそうそう、カルテっていうことは、お医者さんのお話。そう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 、ウィリアム・ウィルスっていう、鹿児島にその幕末の時代にいたお医者さんのお話です。へー、実際にいた人なの？そう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 、あの西郷さんだけじゃなくて、他にも面白いすごいことをした偉人さんがいるよっていうお芝居を皆さんに見てほしいな。楽しみだね、ちょっと見に行きたいね。はいはい、場所がですね、鹿児島市中央公民館で、8月の31日土曜日と9月の1日日曜日に、公演をやってます。全3回公演です。じゃあ詳しくはどこで見たらいいんですか？カンマチクローズラインのホームページとか、街中に多分ポスターが貼ってあるので、ぜひそちらを見てください。あ、チケットはですね、各種プレイガイド、はい、ジュージアクロスと山形屋のプレイガイドだよね。そう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 。なんでコンコンそんな詳しいの？実はなんか意味深だ。もしかしてさ、この劇を見に行ったらさ、なんかコンコンの声が聞けるとかさ、そんなことはないか？そんなことはない。そんなことはきっとない。まあまあ、わかる人にはわかるよね。じゃあ皆さん、八重のカルテ、8月31日、9月1日見に行ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日のゲストは米田翔太さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。わはは吉留キッズデンタルランドは、新田一丁目中洲通り沿い交通局近く、お子様の虫歯予防、歯を抜かない矯正治療、待合室はまるで遊園地のような歯医者さんです。わはは吉留キッズデンタルランド。なに、恋はうまかね。おいしいよね。つるつるしょっとね。しこしこだよね。すごいおかどね。だしが効いてるよね。ほんのこちうまかど。ほんとおいしいね。こんエビがまたよかど。エビがいいよね。うん、まかさつまの風ふくふく。わははの先生、歯の話。わはは。わはは。さあ、今日は僕ツンツンがですね、わはは吉留キッズデンタルランドにお邪魔して、リスナーさんからの歯についての質問をわははの先生、吉留秀俊先生に伺っていきたいと思います。はい、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、お便りが来てるんですけど、じゃあまずはラジオネームはるちゃんママさんから。生まれたばかりの赤ちゃんがいるんですが、もうすぐ歯が生えてくると思います。
そこで、虫歯菌にどうやって感染するのか教えてくださいという質問です。はい、実はですね、赤ちゃんは生まれた時お口の中に虫歯菌いないんですね。虫歯自体はうつらないんだけど、でもですね、虫歯菌が入ってくると結局虫歯になっちゃうから、虫歯がうつっちゃうように思ってる方いらっしゃるんだけど、で要するにですね、お母さんとかお父さん、おじいちゃん、おばあちゃんがですね、まあ、キスをしたりとか、あるいは自分の食べたお箸でね、こう物食べ物を与えたりすると、そこで虫歯菌が感染しちゃって結局虫歯になっちゃいます。だから僕のところではやっぱりですね、かといってキスをしないとかね、そういうのちょっとかわいそうだから、お母さんお父さんがちゃんと歯磨きをして、虫歯菌をなくして、ですからマイナス1歳からの虫歯予防ということでですね、あの妊娠したらお母様方にそんな歯の大切さをね伝えるような、そういう取り組みもしてるんですよ。じゃあ、はい、まずは子供たちに教える大人から虫歯をなくしていったらいいんだね。そうですね、はい、ありがとうございます。続いてはもう一つ、ラジオネームあゆみさんから、子供の頃、ブクブクするのが嫌なので歯磨き粉を使ってませんでした、はい、歯磨き粉は本当に必要ですか？メリットデメリットを教えてください。はい、最近の歯磨きはですね、フッ素が入ってたりキシリトールが入ってたりしてですね、虫歯予防とか歯周病予防に効くね、いい歯ブラ、歯磨き粉が出てます、うん、でも結構ですね、磨き砂みたいなのが入ってたり、あるいはメンソールみたいなのが入っててね、子供にはあまり良くないということで使ってない頃もあったんですが、まあ、でもですね、歯磨き何もつけずに綺麗に歯は磨けます。でその後ですね、終わった後にそのフッ素を塗ったのを歯にこすりつけるとかね、歯磨き歯ブラシでこすりつけるような感じでやればいいかと思います。やっぱり泡が立ったりね、ちょっとスーハースーハーすると子供は歯磨き自体嫌になっちゃうからね、嫌がらないように最初は何もつけずに磨くのから始めたらいいんじゃないでしょうかね。確かに僕もスースーするの苦手なんだよね、はい、そっか、歯磨き粉がなくてもいけるんだね、はい、先生どうもありがとうございました、はい、また歯の質問が来たらよろしくお願いします。はい、それではまたね。わはは。はい、というわけでわははに行ってきましたけども、なんで僕を連れてってくれないの？え、なんでいつも、なんでツンツンばっかり、現場ばっかり、ごめん、なんで、ねえなんで。はい、また来週、バイバーイ。ちょっとこの番組はトップラン X、寿福産業、わはは吉留キッズデンタルランド、西川グループの提供でお送りしました。